アホなるみです。スプレッド役の綾瀬優です。というわけで本日メリークリスマス、メリークリスマス、25日だそうです。そうなんですよ。25日はこれいつ頃発表公開だろうね、この動画。25日だって、だからあ、0時ぴったり0時かわかんないけど、時間帯とかさ、時間帯、そう、みんな何してるのかなって。みんな何してんだろう。多分ケーキ食べてるよ。ケーキ食べてる。夜かな。夜かもしれないね。ちょっとわかんないからいいよ。でも25日なんで、もうクリスマス終わってるようなもんだから。そうなの。イブが23、4ぐらいだと、あクリスマスだなと思って、もう25日はなんかもう正月みたいならしいですよ。らしいですよ。でも私たちはね、あんたとね、トナカイとね、そう、もらった。そう、ちなみにね、長井梨花ちゃんは今多分きっとね、そう、俺の隣で寝てるそういうこと。違うと思う、違うと思う。あれだよ、さっき打ち合わせしたでしょ。そう、あのプレゼントを待ってる子供役をしてもらってる。そうそうそう、じゃあね、届けに行かなきゃ。そうそう、そういうことです。こいつよ、私たちで届けに行こうということで。で、届けるのは一体何なんだね。え、届けるの一体何を届けるんだ。あ、こんなところに、すごいいい箱がある。これを長井梨花ちゃんに、長井梨花用じゃん。なんて書いてんの。
ニコってやつとペロってやつとヘヘってやつが入ってます。そうですね、いっぱいありますね。正確には正面八重歯 A が O、 左下がし下下下下下がしが O、 右向き笑顔となっておりますよ。 おありがたいね、うん、表情パーツそんなにありがたいものはないよね。そうですね、 そんなにありがたいものはないよ。そうですね、あと他にもいろいろパーツが入って、でなんと出来上がったイノセンティアが今こちらに来ていただいております。いつ作ったの？それは私は知らないよ。知らないよ。知らないよ。作ってくださったよ。そう、でもきっと今これをお買い求めいただくとお正月に作れます。お正月に作って皆さんのお家にも来ます。作ってさあ、すごい。しかもね、 MSG がねエアスプレーみたいにあって、ね、おー、すごいこちら可愛いんですよ。ほら、あ、かわいい。エアスプレー見たことあるでしょ。あるあるある。シューってやつ。そうそうそう、それになるんだよ。へえー、すごい。なんかかわいい。うん、いや、かわいいね。これはイノセンティアが持つっていうのがいいよね。おお、どうしたどうした。いや、なんか一応全部出しちゃおうかな。あ、じゃあ一緒に出そうか。あ、シリがある。シリがちょ、言い方シリがあるの。全部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 もちょっとなんて言ったらいいんだろう。なんだろう、なんだろう。いいところも入ってます。いいところも入ってます。じゃあもう戻そう。戻しちゃおう。というわけでですね、こちらがあるんですよ。ブルーレイと台本と、うん、パンフレット、うんうん、あります。イノセンティア、そう、あ、そう、食べれば。しかもね、箱がね、はいはいはい、今回真っ黒でかっこよくない？そう、ちょっと今まで見たのと違うぞ。劇場版では白のが販売されてて、黒のは初めての販売らしいんですよね。すごい、めっちゃいいね。中にいっぱい入れるじゃん。何入れる？なんか何入れよう。全部入らない。プラも全部、むしろこの中入れちゃえばいい。確かに、これ FMR のお家にもいいかもしれない。いいね、もっと優しく入れてあげてね。かっこいいから、頑張れ。お、ほら、箱が、はい、というわけで皆さん、こちらよろしくお願いします。よろしくお願いします。買ってね。ぜひぜひお正月に見てください。はい、これでお願いします。お願いします。というわけで、めっちゃ盛りだくさんなこちらでした。はい、どうですか皆さん。今からね、これを私たちでバージェラードダイアクトン長江梨花ちゃんに届けたいと思います。届けたいと思います。ちょっと、あ、LINE しとく。そう、LINE しとく。あ、もしかこっそりこっそり。だからね、皆さんもぜひね、年末で作っていただいて、見ていただいてね、フレーマムズガールをね、楽しんでいただければと思います。おー、完璧。やめてくれる、そういうの。もう、令和元年はもう最高の締めくくりやな。ほんと？大丈夫？最高や。じゃあみんなにお別れをしようかね。お別れをしましょう。せーの、バイバーイ。良いお年。